皆さん、ももは乳がんの手術をする前に肺活量っていうのを測ったんですけど、なんと成人男性並みありました。で、手術してからは測ってないので、もうだいぶ落ちちゃったかなと思うんですけど、でも肺活量を訓練する方法があります。それもペットボトルでやるんですよ。じゃあ見ててくださいね。てな感じです。